アンビオリクスは、フランス生まれの競争馬及び、シュボバである。トールビヨン3区であり、競争馬として、グランクリテリウムなどに優勝し、シュボバ入り後は、北米リーディングサイアーに輝いた。アンビオリクスは、マルセル・ブサック所有のフレスネル・ビュファール牧場で、生まれており、父トールビヨンは、フッツリーディングサイアーであり、母ラベンデュラは、ファロス3区であり、 アンビオリクスの他にターントゥの母ソースサクリーやマイバブーの母パフュームなどを生んでいる。アンビオリクスはコロネーションなどと同じようにシャルル・センブラの下で調教を受けており2400メートルクラスのヨーロッパクラシックディスタンスよりも1600メートルから2000メートルの中距離で活躍した。シャトゥー賞でデビューしたが着外に終わった。途営した。 グッドウッドのセルシーステークスで楽勝し初勝利を挙げた後に、フランスの2歳最重要レースであるグランクリテリウムに優勝し、3戦2勝の成績で最優秀2歳ボバに選出された。3歳児は、サンクルーのグレフュール賞及びロンシャンのリパン賞に勝利し、オカール賞及びジョッケクルブ賞で2着に入った。勝ち星はいずれも2000メートル戦であった。 競争馬引退後、距離適正からヨーロッパよりも、アメリカの競馬で進化を発揮すると考えたマルセル、ブサックは25万ドルでアンビオリクスをシンジケートに、売り渡し、アンビオリクスは、アーサー・ハンコックのクレーボー・オン・ファームで、種ボバ入りし、生涯で51頭のステークスウィナーを排出し、1961年には、北米リーディングサイアーに輝いた。また、 リボーサンクのラグーさんの活躍により1963年には AI リーディングブルードメアサイヤーにも輝いた。ありがとうございます。